もっともっと世界ウーマン。この番組は世界で働く女性たちを応援するポータルサイト世界ウーマンがお送りするポッドキャストです。世界ウーマンファウンダーでオランダ在住の藤村ローズと、事務局のマカオ在住の周里子と、ナビゲーターの本田理沙が毎週サイトで紹介された内容をピックアップしながら楽しくおしゃべりします。こんにちは。もし明日から YouTuber になったら、子ども向けのアプリを紹介する YouTuber になりたい本田理沙です。今日もローズさんと里子さんと一緒に楽しくおしゃべりしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。子ども向けね、確かに結構シェア率が多いよね、子ども向けのさ番組はさ、日本のさ、ね、YouTube とかもさ、一番が確かそういう系じゃなかったっけ。あ、キッズラインとかいう、うん、子ども向けのなんかおもちゃ紹介とか、確かそういう世界で一番の YouTuber もそうじゃない、確か。あ、確かそうだったよね。そうで、お父さんが日本人かなんかじゃなかったっけ。そうだよね。それは知らなかったけれども、やっぱり子供が小さいからさ、なんかいろんなアプリ自分で見つけてくるんですよね。でそのたんびに、そのたんびになんかやり方とか私もチェックして、なんか大丈夫なアプリかとかチェックしてやるから、なんか無駄に知識が増えてくるんですよ。このアプリは何のアプリだみたいな。すごい、発信してぜひ。ぜひぜひ。でもなんかそう、この知識と無駄時間を何かになんか活かせたらいいなと思って、アプリ紹介の。そうだよ。もしやるとしたらの話ですけどね、はい、お二人はなんか YouTube？ はいはい。あ、YouTube が一番いいのかな。ですよ、本当に。でもほら、スクリーンショット撮って、ね、この声で説明したらいいんじゃない？あ、ゲーム実況みたいなやつね。あ、そうですね。で説、そうか、使い方のってこと？使い方の、そう、使い方とか、感じることとか、使い勝手とか、そう、すぐ子供が来ましたとかね。なんかそうですね。そう。使用のね、感想とかも入れられますしね。そう。確かに。なんか無料ですけど、単語5つしか入ってませんとかね。なんか最近子供がなんかスペイン語のなんかスペイン語にハマってて。そうなの？かっこいい。だから無駄に知識が増えていくの、本当に。いや、いいじゃないですか。ぜひぜひね、みんなに共有。そう。ね、何をきっかけに？わかん、なんか勝手に見つけてくるんですよね。ドラじゃない、ドラ。ディズニー、ねえ、ディズニーのドラじゃない？ドラって。わかんないけど。ドラね、ドラスパニッシュ系じゃなかったっけ？ドラって誰？ドラってなんかいたよね、スパニッシュ系のなんかいる。おかっぱみたいなさ、女の子だっけ？冒険みたいな感じで。そう、なんかそう、なんか紫の短パンみたいな履いてたっていうようなさ。息子くんに聞いてください。きっと教えてくれると、はい、そうですよ、はい、そうかもしれないけど、まあそう、そういうわけでお二人は何かありますか、うん、もし明日からインスタグラマーとか明日から YouTuber ってなった時に発信したいもの、いやー、なんかね、なんかやりたいですけど、でも明日からってちょっとね、まだ思いつかないんですよね。思いついたらもう私やってるわやってるわ。そうだね、確かに、単発ならできるけど、まあ、続ける自信ないですもん、やっぱり。か、これだって、まあね、毎週ネタ出ししてるでしょ。1人3人でも結構ねありますけど、これを1人で続けていくって結構大変だなと思うんですよね。だって見るだけでも大変だもん、YouTuber で。結構更新回数が高い方ね、ついていくだけでも精一杯だから、それ作って編集してとかだったらすごい大変だと思う。ですね、確かにね、ですね、さとこさんは何かやりたいの？そうね、私はね、やりたいやりたい、自分的にね別に発信したいものはないんだけど、私自身が例えば面白いニュースとかいうのを、読むんだりとかするの好きだし、あとはでも逆にさ、たまにちょっとさ、感動っていうか、優しいニュース集めましたとかっていうのを見たら、はっと思って見たくなっちゃうから、なんかそういう系を集めたの
アップしたいな。あ、絶対なんかよくできてそうですよね。優しい、ね、優しいニュースっていいですね。どんなニュース？動物とか？うん、動物でもいいけど、そう、親切な話とか、なんかほら、うん、そう、なんかおばあさんの落とし物届けてあげたとか、なんでもいいんですけど、心温まるやつね。そう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 、やっぱりちょっとそういうのでさ、ちょっとみんな SNS に疲れたとかさ、なんかネガティブなニュースとかがあったら、あ、そうだ、さとこさんとこのニュースでちょっと浄化しようみたいな感じでさ、いいな、されたい、いいじゃないですか。そう、はい、プラマイゼロみたいな感じでさ、なんかそういう、いいね、面白いニュース、面白いニュース、そうそう、面白いニュース、心温まるニュースみたいな感じで出てきたらもう、ね、そうそうそう、ね、いきなり出てきたらもう世界の、そうそう、世界でね、のとかあったらいいよね、うん、楽しいよね。あ、それいいと思う、うん、見る、うん、見る見るよかった、一人もさ、うん、サブスクライバーがいたらこれ私も、はい、私もサブスクライバーがいたら、じゃあ2人いた、2人いたはい、というわけで今回のコラムね、ご紹介したいと思います、うん、今回のコラムは2021年9月11日、カナダ在住の林郁恵さんが書いてくださったコラム、発信力が求められている今、ライブ配信から学んだことというコラムからおしゃべりしていきたいと思います。はい、はい、ね、ライブ配信もまた別のなんか大変さがありそうですよね。こう録画して編集するのも大変だけど、まあ、私たちやってました、うん、やってましたね。そうそう、やってましたか、まあ、ほぼね、今もYouTube とかもほぼほぼライブに近い形で やってますけど、うんうん、そうね、やっぱり、うん、そうだろうね、うん、楽しいですよね。楽しいのと、うんうん、まあ、やっぱり技術もある程度必要なのかなと思ったり、うん、そうですね、うんうん、それはあると思いますね。やっぱりこの発信したいものっていうのがね、もうバッチリ決まってれば、うんうん、そうそう、ライブ配信でもなんか言うことがたくさんあると思うから、それがね、上手にできていくのかなと思うんですけれども、うん、でも、うん、そうだね、うん、とはいえなんか伝え方っていうのは結構難しいと思うんですよね。そうだね、そうですね、まあ、伝え方はね、そう、ライブ配信のみならず普段のコミュニケーションからも難しいわ、うん、え、さとこさんも、さとこさんだって上手いと難しいよ。そうでもないね、難しいですよね難しい、そう、うん、同じことを伝えるにしても、うん、感触のいい伝わり方と、うん、こうなんかガリガリガリってこうなんか擦りながらうんうん、うん、こう伝わるみたいなね、なありますもんね、うん、そう、あとね、相手がね、その受け入れるモードじゃない時とか、その聞くモードじゃない時とかにうっかり言っちゃったもんなら、うん、そう、そもそもの段階でね、確かに時差っていうか、うん、ズレがもう生じちゃってるんで、そっからかよみたいなのがあるから、うん、そう、でもかといってなんか言うタイミングを伺ってたら言い損ねたりもするしね、本当難しいんですよね、うん、そうだね、伝えたいときになんか思い出せなくて、あとで、あの時 あれ言っとけばよかったみたいな思い出したりとかするじゃないですか。でもそれって結構、ああ、ね、そう、後から言われてもなんか相手も、え、今みたいな感じになるそうそう、あるある、そうだよ、そうだよ、うん、それがまた難しいですね。確かにタイミングの問題、うんうん、そうだね、タイミングの問題っていうのは一つあるよね、うんうん、とあと言い方の問題とかね、うん、そうだね、言い方ももちろんある、うん、あとね、やっぱり伝わりやすいのは、この間ちょうどね、私その1分で伝える技術みたいな本をちょうど読んでたんですけど、はい、やっぱりその伝える人、聞いてくれる人の経験とかに基づくような何か具体例とかを出すとね、例えば、うん、じゃあローズさんが犬とか動物が好きだったら、私がその具体例としてなんか動物に関する話をエピソードをしたりとかすると、ローズさんはその自分の経験とバッチリこうね、その私が話したことがこうくっついて、うん、それでなんかこうスッって入っていくっていうようなところがあるんだって、うん、だからね、イメージできますもんね、うん、イメージできるし、うん、そうそう、すぐスーって入るから、なんかそういったところで工夫だったりがやっぱり必要かなとかね、確かにいうのがあるけど、うん、たださ、うん、この場合、今回のライブ配信とか結構1対不特定多数とかだと、うん、結構それは難しかったりするのかもしれないね、う
そうですね、うん、うん、2人はライブ配信とかよく見ます？見ない見ない私もあんま見ない。なんかあの友達がやってたらたまに入ってきてなんかやってんのかなと思って入るんですけど、うんうん、早すぎるとあれ繋がった聞こえるとかそういうやり取りがしばらく繋がって、あ最初ね続くでしょ、あれよくあそこでちょっと堕落してしまう。あそうだね、ちょっと受長なやり取りが ね、だからもう、ね、ライブ配信は、うん、あのスタートは結構鍵だと思いますよ。ああそっか、うん、ちゃんと、ね、ツール使えばちゃんとあの繋がってるって大体わかるので、うんまあ、もうね時間になったらピシッと始めた方が見る方にとってはねいいかなと思いますけど、うんうん、そうね、うん、そう、ああそっか、まあそう相手にねこうちょっと戻りますけど、相手にこう伝わらない時っていうのは大体こう自分の世界の自分の物差しで話してる時ですよね。その通りだね。そう、うん、だからいかにこう離れて見て伝えられるか、言葉にするかっていうとこが難しい、うん、そうだね、うん、ですよね、はい、そうなんですよ、はい、さっきの本の話の、あごめん、うんうん、続きもう一つ言っていい？どうぞ。そのなんかね伝える技術っていうのはさっきほら、まあ、あの具体的なねあの、うん、その相手の経験に基づいた具体例を挙げるといいよって言ったと思うんですけど、もう一つは、うん、なんかやっぱりその自分と相手との間に川が流れてるって思った方がよくって、なんかこれはね斉藤隆さんが書いた本だったんですけど、はい、その自分と相手の間に流れてる川っていうのはその知識の谷っていうか、その知識とかの溝だというふうに考えてもらって、私はが持ってる知識なんだけど、まだ伝えたい人にか持ってない知識持ってないっていう、そういうことなんだよね、はい、その川で、はい、川を渡る時っていうのはなんかほら、まあ、その渡り石みたいなのを3つ、その自分の岸から相手の岸までにだいたい3つぐらい石があるとそこを渡っていけるっていうイメージだから、そのなんかね、うん、ポイントとなるものを3つ置いたら相手に伝わりやすいみたいな、そんな感じでしたね。めっちゃわかりやすいですね、その説明ね。うん、そうそう、うん、ね。ちょっと説明する前に、そう前段階の、まあ、3ステップぐらい用意しておくと、うん、相手にもいいよっていうステップ踏めるよっていうことですね。うん、そうだね、うん、そんな感じでした。すごいな、そんなの考えたこともなかった。そうだよね、確かに言われないとわかんないよ。うんですね。でこのライブ配信ね、うん、なんかもし始めたとしてもこの継続していくっていう、うん、まあ、さっきもちょろっと出ましたけど継続していくのって結構大変だと思いますけど、うん、まあ、2人はね大変だで、うん、ねえ、まあ、このポッドキャストもまあまあよく続いてますよ、うん、本当にこれもね84回目ですけど ね、はい、100回行くって言ってたけど、うんうん、まあ、気合を自分にも聞かせるみたいな感じで、うんうんうん、自分とメンバーとね聞いてくださってる人に、うんうん、こうみんなに向けてこう言い聞かせるような感じで100回100回って言ってきましたけど、うんうん、気がつけばもうね見えてきてますもんね。見えてきたね、驚きよ、うん、本当に、うん、そうね、そのコツってなんだろうって考えてみたいんですけど、どう思います、うん、さとこさんは。継続のコツもね、はい、継続のコツはもう私としてはもう絶対あの一人じゃないってこと、ここに尽きる、ね、ここに尽きます私に関しては本当に、いや私も思った、はいはい、うん、本当そう、うん、私もですよ本当、うんうん、あとこの3人っていう数もいいよね、うん、うん、そう3人寄れば文殊の知恵でしょ。そうそうそう、うん、1対1だと絶対なんかほらあるじゃない、やっぱり相手が あ2人で、ね、ダメだったり自分がそうダメだったりとか、あそうだね、一気に友達するから、あそう、あと役割分担も違うのもいいと思うよ、3人、あそうだね、うん、そうかもしれない、うんうん、あとやっぱり同じ方向に向かってるっていうね、そういうビジョンとかも必要なのかなと思います。あそうね、それやっぱり、うん、うんでもね、どうだろうね、最初の30回50回とかはそんなに手応えなかったよね正直。ああ、うん、最近よね、うん、手応え感じてる最近よねでも目標もあるし、うん、やってて楽しいですもんね。うんうん、確かにそう、うん、楽しみですもんこの時間は本当に。
いつも。で、うん、そうで、あの感想とかもちょこちょこいただいて、やっぱり褒めてもらうとすごい嬉しくって、うん、はい、ね、本当だね、そういうのもやっぱり続けてこられた理由ですよね。そうですね、なんか聞いていただけるだけでもすごく嬉しいけど、なんかメッセージいただけるともっと喜んじゃうよね、うんうん、嬉しいですね、うんうん、でもあれですよね、ローズさんなんかはあのこのトークの練習とかもされてたんじゃなかったでしたっけ、うん、そうなんですよ、うん、私は ねトークが苦手で。そうなの、ね、そうですか、本当ですよ、ね、クラブハウスであっという間にフォロワーが 1000人超えた人とは思えない発言なんですけど、クラブハウスの方のね、もうクラブハウスの前はもうだいぶやってました、あのボイストレーニングとか。そうだったんだ。あとね、あと、うん、そう、あとね、トークのねサロンに入ってたんですよ。あら、つい最近まで。オンラインサロン？オンラインサロン。うん、このへみきさんっていうねフリーアナウンサーの方がいらっしゃるんですけれども、うんうん、その方の、はい、あの DMM のオンラインサロンで見つけて入ってみたらもうすごくよくって。まあ、それまでもね個人とかでオンラインでレッスン受けてたんですけど、違う先生に、うん、それはまあなんかよくあるこう滑舌、はい、早口言葉やったりとか、うん、あと発声の仕方とか習ってたんですけど、この五戸美希さんのサロンは結構実践的で、うん、トークのジムみたいな感じで使ってくださいっていう文言に惹かれて入ってみたんですね。あ、はい、ジムはあのジムね、あのフィットネスジムの方、ね、フィットネスジムみたいな感じで、はいはいはい、週に1回あのグループレッスンがあって、うん、あと月1回に個人の、まあ、短いショートセッションがあるんですけど、うんうん、まあ、やっぱり週に1回ね、あのみんなと一緒にやっていくって、で仲間もできてね、なんかすごく自分自身変わったなと思うんですよね。あ、やっぱ仲間も、ね、大事だね。うん、すごく、そうなんですよ。なんですかね、うん、先生とだけやってるよりこう同じ生徒さんたちと一緒に成長していく感とか、うん、あと褒めてくれたりとかね、コメントもくれるので、それは大きいよ。大きいです、うんうん、よかった。なのであの五戸美希さんのオンラインサロン、まだまだあの会員さん募集してるらしいので、ぜひぜひ興味のある方調べてみてください。こう一番何が変わった、ローズは。私はあの噛む回数が減りました。あ、それはすごい。噛むだって噛む回数、うん、読み間違いがね、うん、あの文章もちゃんと読めなかったんですよ私、うん、そうなの、はい、実はなんかつっかえちゃって、なんかね噛んじゃうんですよね。あ、でそのそもそもその原因がやっぱ自分の持ってる声より高く出そうとしてるから、こう無駄なところに力が入っちゃって噛むんですって。あら、深いわ。なんか内容が、私は全くそんなあれはなかったんですけど、やっぱ無意識にやってて、で自分のそのオーセンティックボイス、もともとの音域を見て、うんうんうん、一緒に探してもらって、うんうん、で実際そこまで変わらないんですよ多分もともとと、うん、でもやっぱりちょっとの違いが大きな違いで、へー、うん、すごい話しやすくなった。はい、私も話したくなかったですもん、できれば。え？なんかテレパシーで通じないかなと思っていやいやいやぐらい、未来の人ね、もう、はいはい、そういうだね、脳波でね、もう脳波でこう会話みたいなそうできたらねいいってぐらい話すのが苦手だったんですけど、うん、やっぱり口で言わなきゃ分かんないじゃないですか、うん、まあね、そうよ、だから、うん、今はねいろいろ発信も必要ですし、うん、本当に、うん、五戸美希さんのサロンに入ってよかったなと思っております。確かにね、本当になんか話が、うん、まあ、あのちょっとうまくできると、あ、上手だなだったりとかいう風な印象を持ってもらいやすいしね、うん、そうそうそう、やっぱりね声の印象って大事ですよね、うんうん、そうだね。二人はどう二人はね、私から見てあのおしゃべりだとか、あといい声だなと思うんですけど、練習とかなんかその秘訣とかありますか？磯さんしてますか？いや何もしてなくて、うん、全く意識してないですね。なのでいやだけどあの里子さんのこのハキハキした喋り方が、うん、私はねそうなりたいと思っていて、私いつもこのほら、あの
ポッドキャストが撮れたらそのツイッターの方でこの、うん、トレーラーみたいなこの宣伝の動画をね1分動画を撮ってるんですけど、うん、うん、あの新しいエピソードが公開されましたみたいなやつあれね、はいはいはい、すごい噛んだりとかあとはなんかあのなんだろう早口で言い過ぎちゃったりとか、うん、あとなんか今回すごい早口言葉だったじゃん。なんかスペインのいいところが盛りだくさんでさ今にテストに出るかなって思うぐらいいっぱい入ってる、うん、何チャレンジしてんのかなと思ったリサさんよく言えたなと思った あ、うんうん、あれすごいなと思ってましたよ何気に、うん、本当にそう、うん、思ってた、ね、1分間噛まずにバーっと説明をきれいにあれどうやって撮ってるんですか？そうそう、もうひたすら撮るんですよ。一発で撮れる何回も撮り直してる？そうそう、一発で撮れる時もあるし何回も言い直す時もあるし、だけどあとはっきり言ってるつもりだったのになんか結構モニョモニョ聞こえてたりとかして、うん、ああもうさとこさんだったらよかったのにと思って本当ありがとう。そうそうそうかそうモニョモニョしてる時もあるのかな、そんなイメージはなかったけど、うん、確かにね早すぎてモニョモニョしちゃっただけかな。でもなんか今回もあの世界で働く女性のためのポータルサイトって言ってるところが、うんうんうん、世界で働くみたいになっちゃって、うんうん、なんか働くってはっきり言えてないみたいなところがありました、ね、おー、はい、そうかそうか、はい、さとこさんはラリルレロはねラリルレロは難しい難しいでもね、はい、佐藤さんなんかね、うん、発声練習してるんでしょアメンバー会なあいうえおってね朝起きたら言ってませんよ別に全然言ってないから私もでも本当に聞くとなんか、うん、なんでこんな言い方しちゃったんだとか、うん、私はやっぱりを何か言えば気が済むんだとかさその自分の口癖にさなんかもう嫌になっちゃう時もあって、うんうん、なんかそういうちょっと反省した時だけあの練習しますあの言い方だったりとかその時だけやりますけど、はい、基本的にはそんな、はい、言ってないですけど ね聞いてる分には全然気にならないからやっぱり自分のことは気になりますよね。人が聞いてる以上に本当に本当にその通りよ。ポッドキャストの最初の方の収録のことを思い出しましたもん。みんな聞いて え自分こんな喋り方してたんだみたいなのをなんかみんな思ってますか。うんうんうん、まあ、それでそう、はい、自分のこの癖とかに気づいてねなんかいろいろ試行錯誤して、うん、いいよね。そう、うん、だからそうそう、うん、本当発信するのはいいわよ。うん、そうやっぱりあの録音して自分で聞くのって大事だと思いますね。そうですね、あの骨伝導で自分がこう実際に聞いてるのと人に聞こえてる声とかちょっと違うらしいんですよね。へあで、まあ、自分ではちゃんと言ってるつもりが舌が回ってないこともあるし、うん、はいはい、口癖とかも無意識に言ってますからね、うんうん、ほとんどそういう意味でも、うん、録音して聞くだけでも練習になるし、それを発信しちゃえば、うん、一石二鳥みたいな。そうかそうか、それで言うとさ、私最近さ、うん、自分が口笛上手くなったなと思ったんだけど、それって関係あると思う？そう、なんかさ口笛吹くの？口笛吹くのよ。吹くんだけど、うん、最近ねすごく上手になってんの私、口笛が。それでいい気分で口笛吹けんのよね最近。だからさ、あれなぜ上手くなったのかしら私と思ってたけど、もしかしてこのポッドキャスト効果かしら。じゃあ口の周りの筋肉が、うん、鍛えられたんじゃないですか。ちょっとあの口笛の話に戻りたいんですけど、はい、どういうシチュエーションで口笛吹くんですか？私も今なんかもう口笛どっから突っ込んだらいいんだろうみたいに思って口笛吹かないのみんな吹かないでしょ。いや、ポッドキャストを聞いてらっしゃるねドライバーの皆さんは結構ね、あの信号待ちの時とかやっちゃうと思うよ。あのやってると思う。あとはほら聞こえてきたさ、うん、聞こえてきた音楽をついこう口ずさむときに口笛とかさ、しないのみんな口笛？うん、ないです。なんかいや吹く場所がなんかほら昔さ夜口笛を吹くと泥棒が来るとかありませんでした？わかるわかる。夜口笛吹くと親の死に目に会えないとか、なんかそういうそうそうそういう系があって、ね、なんか、うんうん、むやみやたらに吹けないんですよね。昼間はもう私なんか全然あれで国変わったしなとかって思って全然全然夜も吹いてるわよ
意外な里子さんの趣味を発見しましたね。今ここで拭いてほしいぐらいだわ。やだ、それはちょっと恥ずかしいからやだけど。でもね、なんかオランダの男の人ってたまに口笛吹いてる、うんうん、その辺歩いてる時とかも。おお。で、結構うまくて。うんうん。あ、オランダの、しかも男の人ばっかりなんですよね、大体。オランダの。まあ、確かにね。オランダ人で口笛吹いてたら、お、ちょっと確かに切符がいい感じかなみたいに思っちゃうもんね。ね。いや、吹くんだな、うん、不思議な人たちだなと思ってたぐらいですよ、私は。そうなのか。あ、みんな普通吹かないのか、口笛って。まあ家ならね、まだしもあれですけど、うん、オランダの人その辺歩くときに吹いてますもん。ああ、いいじゃない、うん、でもなんかそう言われてみれば吹きたくなってきた。そう、今度あのお茶碗とか洗いながらやってみない、結構いい感じでできると思う。そうですか。私ね、そのこの辺美希さんがちょっと前まで出演されてたあのラジオ番組でのイントロのところが口笛だったんですよね、うんうん、口笛の音楽で、うん、それを聞くときはちょっと真似したりしてたわ、そういえば。そうでしょう、そうそう、やってみよう。リサさんもやりなさい今度。あのね、実はね、いいと思いますよ、アンチエイジングとかにも。うん、この口元ね、ちゃんとした音が出るためには、うんうんうん、こうやっぱり口周りの筋肉が、うんうん、こうたくましくなってないとあれだから。いや、でも聞いたことがある気がする。わかります。あの、ね、私も最近あの私が口笛吹くと子供がすっごい不思議な顔するのが面白くって、なんかこの口笛なんで口から音が出るのみたいな顔してるのがすごい面白かったんで、それをやってた時があったんですけど、うん、でも、うん、昔よりやっぱ下手になってるんですよね、うん、音が出なくて口笛。あ、本当、うん、だからやっぱちょっと口の周りの筋肉が衰えてるのかしらと思いました。本当、うん、最近は出るようになってきましたけど、まあ、でもそんなに、うん、日常的にはやらないけど、まあ、あのいつかね、あのこのポッドキャストのお楽しみコンテンツとして里子さんの口笛演奏をイントロね、イントロ何の音楽でしょうか、イントロドンね。やんない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 のやんない、うん、できたらまあ面白いかなと思ったけど、イントロドンか。うん、練習してくるわ。じゃあお願いしましょうか。もう完全に口笛の話になってるけどね。はい、今日はライブ配信の話だったね。そうそう、はい、SNS 発信よ。そう、はい、じゃあ逆にね、このオンライン、あのオンラインイベントとか今多いじゃないですか。ライブ配信の見る方の立場として、はいはい、あの聞きたいんですけれども、うんうんうん、なんかオンラインイベントはあのお二人結構出たりとか、うん、開催したりとかされてますよね。してますよ。なんか楽しむコツとかなんかありますか？うん、そうですね、うん、まあ、私自分自身も主催しますし参加者としても参加するんですけど、うんうん、まあまあ、主催側はまあ、ね、一生懸命こう準備して、はい、こう、まあ、いかに巻き込むかを意識してるんですけれども、はい、あの自分が参加者の時は、まあね、どうしても気が抜けがちなんですよ。でもやっぱりちゃんとこう集中してあのしないとなかなかこう中身が入ってこなかったりする。こうなんか、あ、なんかメール来たとか思って見てると、もうなんかせっかくいいこと言ってくださってても、うん、なんかこうちゃんと入ってこないですから確かに、まあ、できればね、ちゃんと顔出しして積極的にこう、うん、チャットとね、はい、挙手をして、うんうん、確かにあの参加していくことが大事かなと思いますね。うん、そう思う。結構ね、うん、チャンスなんですよね。主催者の方もあの普段ではねお声掛けしてくださらないような方とあのつながれたりもするので、わかる。結構すごいですよね、オンラインイベント。そうそうそうなんですよ。だから私なんかもただマカオから参加してるだけっていうだけで、うん、あ、今日マカオから参加してる人いるんですね。確かに海外からとか言ってね。うん、はい、じゃあ里子さんとか呼ばれたりとかして、うん、
呼ばれて私みたいな感じだったりとかいうのもあるし、うん、そう、あとはやっぱり本当になんかね、発言とか大きくこう相槌とかしてるとやっぱり、うん、あ、この人よく聞いてくれてるなっていう風に思って、うん、やっぱりその主催者だったりとかも、うん、なんていうのかな、まあ、話しかけやすいっていうかね、まあ、こっちに向かって、うん、話しかけてくれてるっていうのも分かるし、あとやっぱりその自分の有意義度が変わるよね、なんかその本当に、うん、オンラインだからマジで気軽にさ、本当参加できるんだよ、特に無料イベントとかはそうだし、うん、ね、本当に気軽にできるんだけど、うん、その実際そのじゃあ時間が、あ、とってもなんか役立ったなって思うのも結局はなんか自分の参加態度次第というか、わかる、あるある、ね、うん、って言ったところがあるから、本当なんかせっかく参加するんだったらもうちょっとね、前のめりぐらいの感じでいくと、そうだね、うん、うん、なんかね、すごく収穫があったかなって思えるようなものだったりとか、結構自分がその、うん、会に参加、自分も一緒に作ってるっていうのが得られると結構なんていうのかな、うん、いろんななんかメリットあるなって思います。うん、確かにあるね。なんかうん、オンラインなのに妙になんか人見知りしちゃったりとかして、なんかこう、うんうん、積極的に出れない時とかありますけど、なんかやっぱり、いや、そうそう、だってね、うん、基本的には知らない人ばっかりだから、そう、どんな人が参加してるかなって、まあ、緊張するんですけど、うん、そこをね、まあ、一歩ちょっと頑張って出ることで、うん、全然こう収穫が違ってくるかなと思いますね。ね、本当にそうだよね、うんうん、その時間のね、充実度が本当に違うから、なんか、うん、ただとりあえず出席しただけのオンラインイベントとか、なんか別のことやってた方が良かったかなみたいに思っちゃうじゃないですか。そうそうそう、そうなっちゃうんですよ。そう、でもさ、本来はさ、もともと自分が興味があってわざわざ申し込みしたはずなんだよね。そう、そう、そうなんだよ。だからそこね、うん、同じ時間使うならね、うん、そうなんだよね、うん、しっかり参加した方がいいかなって思う。はい、うん、というわけで、はい、今回のコラムを振り返ってみたいと思います。よろしいでしょうか。はい、はい、今回のコラムは2021年9月11日カナダ在住の林郁恵さんが書いてくださったコラム、発信力が求められている今、ライブ配信から学んだことというコラムから3人でおしゃべりをしていきました。ではローズさん、最後のご挨拶よろしくお願いします。はい、YouTube のネタ募集中の世界ウーマンファウンダーの藤村ローズとはい、そうですね、私たちもポッドキャストをもっともっとクオリティ上げていきたいと思ってるシュー佐藤こと、はい、あと個人的にはですね、この、ポッドキャストの、質問をね、毎回してるんですけれども、うんうん、今回ここで、次の質問を発表したいと思います。お願いします。はい、次の、質問はですね、私は人より敏感かもって思うことある、うん、という質問ですね。なんか、あ、私ってなんかちょっと人より敏感に感じちゃったのかなって思ったエピソードとかあったら、ぜひ、ツイッターでもインスタグラムでもフェイスブックでもメールでもお待ちしておりますので送ってください。はい、はい、という、いわゆる繊細さんのエピソード、あ、そうだね、なんか繊細に感じるっていう、はい、うん、そうですね、はい、というエピソードがあったら、はい、ぜひ送ってほしいと思っている。ナビゲーターの本田理沙がお送りしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。世界ウーマンのウェブサイトは www.sekaiwoman.com www.sekaiwoman.com です。エピソードの詳細欄にも URL を記載しています。取り上げてほしいトピックなどございましたら、世界ウーマンサイトのお問い合わせフォームからお寄せください。それではまた次回をお楽しみに。最後までお聞きいただきありがとうございました。